さんこんにちは、燻製しましです。今回蒸すのは蒸せません。今日は知人に会いに大阪に来ています。大阪に来たのね、インスタでよく見ている天満の燻製バルケムパーというお昼から飲めるお店に行こうと。昨日の夜ケムパーさんのインスタをチェックしていたら、なんと1週間くらい前から長期休暇に入ってました。インドとかマレーシアに行ってるんですって。昼から飲める燻製バルケムパー相当楽しみにしていたんですけど、残念です。で、燻製のお店をくぐっていたら、大阪には燻製専門店で結構あるみたいですね。素晴らしい。ということで今回は福島にある燻製稲田商店さんに行ってみたいと思います。オープンが夕方の5時でまだ時間があるので、たこ焼きでも食べに行きましょうか。じゃがりこないな。あ、うまい。うまい。それ伸ばしてるんですか。あ。ミョントンって書いてある。あ、ここ。ちょっと待って、いや、これ違う。ちょっと待って、これ違う。
動画のネタ的にはあれやけど。本体のバーあるね。ディープな印象。はい。日当たりまで行って、これ、あ、え、あ、あった、お、入ってみる。お肉の価格は300キロほどでございまして、上下が
ビルをカットできるのが証みたいなものでございまして、これをつけたサーバーが手で焼き加減や大きさなどを判断してカットさせていただいております。大阪の食べ飲み満喫しました。串カツ、たこ焼き、燻製、和食、餃子、ラーメン、ステーキ、相当飲んで食べて楽しめました。燻製稲田商店の燻製ハイボールの燻香がとても良くてすごく美味しかったです。最後のローリーズザプライムリブのランチは非日常的で良かったです。さあ帰って明日から自炊しようと思います。燻製しましたでした。